ルトさんの隣。はい、ソルトさんの隣でございます。おはようございます。今日は札幌超ドカ雪の天気予報を外した日の撮影をしております。今日も職場までですね、運転していくんでちょっと撮っていこうと思うんですけど、今日もまあ桜マスの話していこうかなと思うんですけど、まあ私たちまだそんながっつり桜探しにはまだ実は行ってないんですけど、なんかね、いろいろ桜マス系の大会があるということで、ツイッターでいろいろ聞いてみたんですけど、何個かあるみたいですね。うん、なんかアメマスは島巻とかが有名ですけども、なんか私がツイッターで聞いた中では、まずこれですね、応募してきました。はい、ほい、これちょっと見えにくいけど、アゼムの桜マスダービーですね。はい、昭和桜マスダービーってやつですね。うん、なんか船だとね、あんま大会ないですね。やっぱ昭和おかっぱりからやるやつ、船乗んないやつっていうのがあって、それのアゼムのやつですね。うん、期間とか詳細とかポスターはこれ、はい、こんな感じで3月1日からってやつですね。うん、これありますと。でこれレッドさんとですね、実はエントリーしてきまして、これはこれで出ようかなというところであります。去年のリザルトとかも出てると思うので、ちょっと今わかんないけど、ちょっとここに出しておきましょうかね。まあこんな感じらしいです。はい、それとあとは余市のお店、川口さん、合ってる、うん、ちょっと寝起きで今ぼーっとしながら撮ってるんですけど、そう、あそこがやってる。でなんかサイトが新しくなってて、なんか調べたらなんか2019年で止まってたと思ったら、そんなことなくて去年もちゃんとやってまして、それのリザルトも全部出てると。うん、でなんとですね、ここの大会はいいかどうかはちょっと私は判断しかねますし、YouTuber としてはね、なんかこう炎上しちゃうかもしれないかもしれないわかんないや、まああれですけど、いつどこでどの辺でどのポイントで何釣ったっていうのかなりですね、鮮明に鮮明、ちょっと朝なんて言葉があんま出てこないけどに出てるんで、これかなり参考になるんじゃないかなと。うん、まあそれ言ってもね、去年の話ですから、はい、まあ今日行ってすぐ釣れるかってことじゃないし、全くそのね日付に合わせてドンピシャで行けば釣れるってこともないんだけども、ある程度やったことない人は、あ、ここ行けばこんなのいるんだっていうのがわかる、とても参考になる、うん、ところなんですよね。でこれを別にあれですよ、なんかイチャモンつけてるわけじゃないんですけど、これね、YouTuber とかがやったら怒られるやつなんですけど、ブログで出てると、これいいですね、これ参考にしましょう皆さん。でもちょっとマナーを守ってね、車止めちゃいけないとこには止めないし、ちゃんと法律を守ってくださいね。その、ね、いろいろ守ろう、いろいろ守って楽しく釣りすると、はい、子供たちにも釣りするおっちゃんだってかっこいいよねって思われるやつにしたいなと思いますしね。はい、あとはですね、ツイッターの大輔さんがやってるバトルオブサクラマス、名前かっこいいもんな、こういうのいいよね、バトルオブサクラマス、うん、これが今詳細いまいち僕
にも出してないんで、はい、これです、これ、これ、はい。これ、どっちか、どっちか、どっち方面かっていうと、私たちで言う方の上の方ってやつですね。あの、留萌とか、羽幌とか、あの辺のやつで、フィッシュランド、滝川のフィッシュランド、なんと いつもやってるようなやつで、これも出てみたいな。これワンデーだったはず。何日に誰がいっちゃんすげーの釣るかっていうワンデー。うん。5月26日。あれ？すいません、なんか今ちょっと日にちとか詳細は適当というか分かんないで喋ってますけど、これも面白そう。1日のやつ、去年はあのヒラメとかのやつを私とレッドさんでワンデーのやつ戦いに行ったんですけど、これ楽しいですよね。なんかみんな行くぞみたいな感じになってて、そう、これ好きです。私ちょっと今年日程合えば出てみたいなととても思う大会でございます。でもね、なんかね、このね3つ、うん、くらいしかあんまね分かってないんですね。なんか情報あったら教えてください。ぜひとも、まとめサイトないからこの YouTube でやっちゃおうと思って、うん、です。なんか個人的のなんかね、桜大戦、私たちがやってる桜大戦みたいに、個人的にやってるのはね、いいですよ、それは。参加できないんでね、なんか誰でも参加できるよみたいな、去年これ行って面白かったみたいのあれば教えていただければなと思います。で、ツイッターでいろいろ情報収集しながらって言っても、私のフォロワー1000人しかいないんで、全部が全部把握できることはないと思うんですけど、いろいろ聞いてみてて、アンケート、直近でやったのは船で、まあオフショアってやつね、めんどくさい言い方だけど、オフショア、船でサクラマス行ったことありますかみたいなのを聞いてみたら、まあ結果はこんな感じだったと。うん、やってみたいんですよ、とっても。私も、うん、酔うかどうかは行ってみないと分かんない。多分酔うから、まあ薬ね、これ飲んだらいいよっていうのもね、姉さんに教えてもらって、この手ほどきをね、一戦交えにね姉さんに誘ってもらって、一戦ね交えたいなという希望をもとに、船ね、ちょっといろいろ違うっぽいから、全く分かんない。まあ全く、一回撮影で五目釣り行ったぐらいかな、うん、その時は僕、私は竿を出さず撮影に徹していたんで、これなんですけど、まあ必要なものとかも違うし、まあね、いろいろなんだ、集合してみんなで乗って、で竿もね、いつも使ってる長いのじゃ邪魔くせえだろうしね、うん、っていう船での桜もちょっと興味があるんで、今年ねちょっと乗ってみたいなと。まあ、桜じゃなくてもヒラメでもいいんですけどね、一回乗ってみたいなと思っております。そんで私はすすきのに差し掛かってきましたが、雪は相変わらず、昨日とついでぶわっと降って、でも除雪入ったっちゃ入ったんですね、うん、ですよ。あとはなんだ、アンケート、なんかジグとかのアンケートもね、いろいろ取ってまして、ちょっと今ですね、まあまだあんまりこう確定、ほぼ確なんだけど、度確じゃないので、あれなんですが、まあ、ちょっとジグ、私たちほらなんかアスリートとかね、SSP とか、なんとなく、ジグ以外で釣ってる人たちみたいな感じはあるんですね。まあ、伊藤さんはもうジグ好きなので、もうジグを、
まあ、あの、ラインなくなるまで、あの筋肉でフルキャストし、もう、ね、何千メーターぐらい飛ばしてるんだと思うんだけど、自分はあんまり今まで踏んなかったわけですよ。で、今年はサミーだって言って、サミーのね、ジグいろいろ買ってこれからやろうと思うんですけど、まあなんかアスリートとかジャクソン系が多いかったんで、ね、まあ大輔も、あ、でもストイックさんね、ストイック D さんもね、ジャクソンのテスターだしルアー作ったりもしてるんで、ソルトさんの隣ってジャクソンからなんかいろいろあるんですよねみたいな雰囲気で見られてる感はなんかあるが、そんなことは全くなくですね、まあお仕事もらったりはしてますけど、別に案件もらったわけでもなく、なんか差し入れいただいてるわけでもなくですねはい、とりあえずですね、いろんなメーカーさんとコラボれるといいなみたいなのがあって、まあ、ちょっと今ジグね、ジグは確かにあんま分かんなくて、私が一番好きなジグというか、今まで戦ってきてもうこれだよねっていうのもあるんですよ。それはほら、何のメーカーともね契約してないんで言えるんですけど、私小島クラフトさんのですね、いや、さん付け始めたけど、小島クラフトのなんだっけ、あ、そう、歌舞伎の、歌舞伎メタルっていろいろあるじゃん、名前、平べったいのとか細いの、その中でも歌舞伎メタルのもうアルミ張りなんですよ。私はもうなんかいろいろやった、実はいろいろやったけど、まあいい時間に振ってるっていうのもあると思うんだけど、もう私はアルミ張りなんですね。もうあれでね、もう桜もそうだし、もうブリもそうだし、あれ投げりゃねいいと思っていたけど、あるね、随丸社っていうところがですね、お店がなくなって、懐かしいですね、随丸社。あそこはね、なんね、結構ね、サクサクその当時は買えたんですよ。うん、で、そこなくなって、私どこに売ってるか分かんなくなって、なんか、あるじゃないですか、新しい彼女じゃダメだみたいなやつあるじゃないですか、未練たらたらな時期ね、若い頃あったじゃないですかね、なんか前の彼女がいいなみたいなやつそんな分からなかった。大丈夫ですよ、大丈夫なんだけど、なんかずっとそれがいいなと思って、いや、何振ってもなんか違うんだよねとかって思っていたぐらい、小島クラフトさんの歌舞伎メタルの、しかもね、アルビマリじゃなきゃ嫌、アルビマリ以外は嫌、そう、輝かしい思い出があるからね、うん、そう、それにね、過去の栄光に浸っているおじさんなんで、なんかいまいちね、ジグだったらって思ってたんですけど、まあいろいろ調べると、まあ普通にお店で買うとかじゃなくて、いろいろね、個人サイトとかベースとかなんかそういうので買えるところのハンドクラフターさんが北海道にはいっぱいいるんだなと。で、めちゃくちゃかっこいいの作っていると。うん、まあお店で買えるといえば、ルアーズケミストのジグももちろん持ってるし、なんか誕生日でもらったりとかもして、ちょっとね、それはさすがに触れねえなっていうのもあったりもするんだけどね、大事でね。そう、かっこいいのいっぱいあるよね。まあね、あれかっこいいってことはね、あ、これ釣れそうだなって思うわけじゃないですか。魚がね、これやばいんすよって言ったわけじゃないんで、だからまず人が釣られて、釣られる人が多ければ多いほど海で投げる回数も、まあ、機械ってやつね、機械が増えるから釣果も増えるであろうと。で、いろいろやってるんで、なんかこうジグね、ちょっとなんかこうね、いつかはね、いつかはですよ、
ソルトさんの隣オリジナルジグみたいなね、うん、のやってみたいなって思ってたら、ちゃんこのりちゃんのオリジナルカラーサミーズとかあんのね。ファット、ちゃんこのりファットとか。なんかちゃんこのりちゃんのとこなんか結構グッズいいよね、うん、ってなるとさ、ほらまずね、なんか重さ、それもね、今ね意外と飲み会の時喋ってみたりね、いろいろ相談、実はソルトさんの隣ラインっていうのがですね、おじさんたちにはあって、もし作るとしたらどうすんのみたいな、で意見分かれるわけですよね。体に優しい 30g 系ね、30とか32とか35とかがいいよってあったり、もちろんパワフル伊藤さんはいやいやいや、そんな軽いのは投げないよと、もう何千メーター飛ばしてなんぼだろうということで、40とか50がいいんじゃねえかとか、いろいろね画期的な意見、あとは長さもさ、だって重たくて太いってなったら短くなるわけじゃん、あの平べったくすると。だから多分、いや私たちあんまりジグの知識ないから、平べったくしたら水の抵抗が効くからひらひら動きやすいんじゃないかって思うけど、それ多分横風浴びたら飛ばないよねとか、やっぱ細い方がいいよねとか、あと重心は後方重心がいいよねみたいな、飛ばすんだとか、なんかねいろいろ考えるとやっぱすげえ深いんだなと思って、もう形を決めるっていうの、長さとかね決めるにしても、あこれ10センチなんだとか、あこれ8センチなんだとかね、あとこのお尻の方のこの斜めのカットはなんじゃいねんとか、なんか物理学とか水の抵抗の話になるからね。って言ってもさ、あんまりヘンチクリな形だとさかっこ悪いじゃんだからそのなんか機能美みたいなやつね、うん、機能とこう美しい見た目がこう兼ね備えてるっつうのが、まあ、目指すところなんだなと。あと目をどうするとかさ、なんかあと今ねいろいろ宿題があってですね、あの愛の形、これ謎だよなと思って、愛の形ってなんか歌みたいなんだけど、なんかね、まあいいや、愛の形、なんかいい言葉ですね、これいい言葉ですね、愛の形、ドラマ、まあいいや、愛の形は丸なのか U 字なのか、これみんな気にして買ってるんですかね。なんかねノッティさんはあの丸はまああんま大きさはいいんだけど、あの太いと何あのリングみたいな名前出てこないや、あれにさ通しにくいから嫌よっていうさ、スナップとかね、まあ、まあ確かに買ってってなるじゃん、そうでも嫌だね、なんかいろいろあんだよなと思って、だけど細い方が左右にはなんか水の抵抗が効いた時効かない時とかもあるんだろうし、今度ちょっとやっぱね、そのなぜそのハンドクラフターさんの、まあ、例えばサミーズならサミーズ、うん、のあほら太さにしてんのかとか、なんかね聞いてみたいよね、うん、なんでこの太さでこの形にしてんの、こだわり、だってその愛の形にしたこととボディの形のバランスっていうのも多分実験してるはずです。いや適当なんすよねっていう人もいるだろうし、そこですよ、そこですよ。あとは悩んでるのはさあ、例えば私ね小島クラフトのあれよ、歌舞伎メタルのアルミ張りがいいよと、もう
でもう美しい思い出があるわけですよ。そのね、美しい思い出と同じのを作るっつうのもさ、これまた違うじゃない。これもうだって怒り言動と一緒じゃない、ほとんど。もうだって奥さん実験に使っちゃったけど、初号機の中入っちゃったけど、結局一緒に飯とか食いたいし、綾波レイ作ってね、自分の神さんと重ね合わせてとかね、そういう話になってくるわけでしょ。それはさ違うじゃん。だってそれはだって歌舞伎メタルを買おうだもんな、最初に開発した。あの型を取ってこれを作ろうっていうのはなんかさ、まあいいんだけど、それで釣れればってとかなってくるじゃん。いや、じゃない。じゃない。それはちょっとね、なんか違う気がしてきている。なので、形まで作るとしたら、ちょっとやっぱりね、ソルトさんの隣形がいるわけですよ。でもね、本当素人がさ、こう考えてたよ。今までね、ハンドクラフターさんがなんかね、その、ジグをいろんなバージョンを作ってさ、これが釣れる、あれが釣れる、テストして何年もね、何年もっつっても、桜マス釣り始まったので、ジグがどうのなんて多分20年ぐらいだろうけどさ、15年かな、わかんないけど、そもそもは、ほら、ね、アメマスの、アメマスダービーとかの下道でポイポイ捨てられてたやつが面白いんじゃねってなったのが桜マス釣りらしいから、そんな有識者たちがいっぱいメーカーとして立ち上がってなりわいとしている中に、ソルトさんの隣のおじさんたちがポッと考えた形がいいのなんてできるかと思うけど、それじゃあね、人生面白くないわけですよ。ちょっとね、やってやろうとって思っているだけです。はい、今もまだ言えないんですけど、ちょっとね、まあ、本当にできるかどうかもこの後の話し合いとかもいろいろあるし、もちろんね、お金かかる話でしょうからね、ちょっとそれはちょっと一本6万円じゃねとか、全然その話はしないけど、ノリだけで今ちょっとわーって話が盛り上がっている。だからカラーもね、でもね、カラーは大体決まってんだよな。そう、この前の飲み会の時になんかちょっとなんかそのね、カラー、あとほらね、もう一個はその時話したのは、面白い系で行くのか、記念にね、面白い系で行くのか、でもちゃんと釣れるのを作りたいのかってなった時に、私はね、どっちでも、まあ記念っていうとちょっとさ失礼かもしれないけど、なんかすごいことだなと思ってるから、これってできたとしたらよ、まだ作るとは言ってないけどもね作りたい、作る機会があればの話をちょっとしてる。そうになった時に、さっきの機能美じゃないけどさ、ね、面白い方で攻めるっていうのも、私の中では指ルアーがあるからさ、ちょっとね、頭の中に面白いなみたいな。でもね、どこのチャンネルとは言いませんよ。どこのチャンネルとは言いませんけど、あんまり、チャンネルじゃない、どこのルアーとは言いませんよ。けど、あんまりね、トリッキーなものを作って、まあさ、これを販売するかどうかも決まってないですよ。全然。私たちの中だけで、ね、せっかくね、作るんであれば、まあ、作った、ハンドクラフターさんとね、釣れましたって言いたいわけですよ。最終的にはやったよと、すごい釣れるまでいかなくてもこれ釣れましたよと、と時間とかスタミナとかね、私たちもう残り少ないから、その残り少ないスタミナや時間的コストも考えて釣れたよって言いたいし、
それがね、うまくいけば、これ釣れるよってまで言いたいんですよね。そうなんですよ。だからなんか、まあ、どうせならなんかちょっと、釣れる形、色。まあ妥協、いや、わかんないけど、今ある形の、私たちが考えたカラーでも、いいっちゃいいけど、結局そうなっちゃうかもしれないけど、話し合っていると。いや、それだとこの形っすよねってなるかもしれないけど。あと、既存の形にちょっと工夫してあるとか、可能であればね。だって、あまり既存の形だとさ、そのね、せっかく作っているクラフターさんたちをね、若干ちょっと、まあ、否定まではいかんけど、いや、そうしない方がいいよって言われることをやることになるわけじゃない、だって。ね。だから、なんだろうな、ちょっといろんなジグを今ですね、まあ、全部買えないし、とりあえず見て研究、目視研究。で、うちのメンバー、まあ、コウスケとかは、長さとかね、計測してくれたり、こんなになってるよとか、並べて、持ってないのもあるから。そういうのを今ね、ちょっとやんわりと研究しています。はい。そう。まあ、楽しいですよね。でもこれ、まあ、さっきも言ってる通り、確定事項じゃなく、ただ私たちの妄想プラス、こういうこと考えた方がいいよってアドバイスをいただきながら今やっているので、まだ知識の面がね、私たちめちゃくちゃ少ないよね。売ってるの買ってただけだから、あ、この色いいんじゃんとか、あ、目かわいいじゃんとか。でも私の中で目はもう決まってるんですね。愛じゃなくて目はね、目はあれにしようと思ってるんですよ。そんなぐらい。そうそう。なのでちょっといろんな皆さんのですね、意見もですね、ツイッターで、まあみんなそれぞれスタイルもさ、こうね、竿も違えばリールも違うし、もうジャークするしないもあるし、磯だサーフだもあるし、もうどこに立つとか、海なぎも好きだしとか、いろいろ、もうみんな、むちゃくちゃなわけじゃん。まあ、バラバラね。むちゃくちゃで、バラバラなわけで。なので、まあ、すべての意見を、こう、一つにまとめることはね、もちろんできないし、これ釣れるよとか、この時間とかもあるしね。一個で全部釣ろうっていう、そこまではない。そこまではないんだけども、なんか皆さんの、私たちが知らない、こう、意見というかね、考え方とか見方とかね、そういうのを、まあ、ソルトさんの隣的に解釈して、なんか作れたらいいなと、すぐにではないけどもできたらいいなって思っているというとこですわ。はい。まあミノとかに関してはこの前の飲み会動画でもあった通り、塗る人いるんでこんな色塗ってよって言うと塗ってくれるっていう、とてもね、新しいですね、力が加わっています。そうなんですよ。でジグね、もう一回話はあれですけど、ジグに関してはね、皆さんお気に入りが絶対あると思う。これだよ。飛ばす人もいるし、沈めたい人もいるしね、いろいろ。でも私はもう小島クラフトさんを勝手にベタ褒めしてますけど、やっぱあのさ、歌舞伎のね、あのモテっとしたやつじゃなくて、あの細いやつね、あれアルミ張りじゃなくてもさ、動き方さ、狂ってると思わない？めちゃくちゃな動きして戻ってくるじゃん。あれどうやってんのかなと思って。そう。それはね、ちょっと研究対象。あの息吹は入れたい。
チガタガタやな。息吹は入れたい、狂った戻り方してほしいわけですね。で手前でさバギャンって来たりねするし、こんなガタガタしててこれ、まあ、ノイズキャンセルでなんとかなるかということですよ。はい、まだあれですけど、ちゃんと桜に行けてないんであれなんですけど、うん、なのでちょっとツイッターの方でですもんね、ですもんね、あのアンケートを皆さんご協力いただいて、あとはもっとね、あのフォロワーがフォロワーさん増えたらもっと囚人の地が増えると思うんで、なんかこう一つに向かっていけるんじゃないかなと。今ちょっと見かけたらポチッと参加していただいて、別に結果まで追わなくてもいいと思う、はい、ということで、なんか通勤しながらですけど、時空についてね喋ってみました。あとフックについてもねちょっと喋りたいんだけど、フックごめんなさい、私はフック適当税そんなにこういろいろみんなこだわって作っているとか知らなかったから、売ってるやつの M サイズ買えばいいと思ってた税なので、ちょっといろんなのあんの。この前あのアザちゃんにももらってないって言ってたんで、あげますとかって言ってくれて、わーやったーと思って、なんだこの色はとか、ね、緑とか、ね、んアルマイト処理してんのとか、なんかよく分かんなくなってきたけど、でみんなすっげえなんか針だけでも超かっこいいの作ってたりしてるからね、うん、そういう感じなわけで、まだちょっと距離ありますけど、バッテリーが長ってきちゃったな、いいや、はい、ということでした今日は。はい、皆さん今日は2月のよいしょ23日なので、桜マス道南の方からちょっと上がってきてるよな桜ね、今27は行きたいなって思ってますし、あとちょいちょいレッドさんが戦いに出てる動画ももう出てると思いますんで、ちょっとずつ盛り上がってきたらなと思いますが、盛り上がりすぎて迷惑駐車やらゴミ捨てたりとかね、ゴミもさなるべくねっていうか持って帰ろうよ、そんな大してゴミ出ないでしょ、帰りのコンビニに捨てるの楽だけどそれもどうかと思ったりするし、持って帰ろう、なんかゴミうん、だって飲み物飯ぐらいでしょ、だって餌使わないんだもん私たちね、ルアーなんだから、ルアーじゃない人は出るか、うん、それぐらいはさ、ね、ゴミは持って帰ろう、で落ちてたのはまあ拾いたいものは拾おう、拾えないものは拾えないということで、マナーを守ってなるべく、マナーを守っていきましょう。はい、守れない人は多分そんな長く釣りは続かないでしょうし、続けちゃってる人はなんかちょっと改めていただいてね、うん、楽しくやろうということで、今日の動画はまだついてませんけど、はい、清田あたりでさよならしようと思います。それではまた。ソルトさんの隣。